立ってラジオ圏の19番松下選手です。さあそれでは松下選手よろしいですね。はい、それではスタートします。さあ今スタートしたのは浜下選手、なんと三重県からお越しの選手、 YZF-R7 ということでね、スパハのまんまでこの狭い二輪公園、かっけえな。前回のトライで雨の中で見たとき、やっぱし雨なんでかっこいい走りがちょっと見えなかったです。今日の二輪公園、松下選手かっこいいです。さあスパハのまんまでもジムカーができるんですね。という間に古川選手が帰ってきました。さあ今のタイムは1分54秒です。1分54秒です。いや、大型バイクに見えないぐらいのいい走りしてますね。さあこのバイク700のスーパースポーツなんで150馬力を超えてるはずなんですけど、いや、かっこいいな、この松下選手。すごいな、見本となるいい走りをしております。さあ今スタートラインに立っているのはゼッケン70番世界の和田選手です。さあそれではいよいよよろしいでしょうか。はい、それではスタートします。さあ和田選手のアクセロンで子供が起きるみたいないい走りをしている和田選手。さあ、ここからはもうこのバイク、1200の絶対1200ダイブですからね、全身キックやつが走っていきます。さあ、この松下選手のセルパハンのまんまの、この回転もすごいですが、かっこいいだけは松下選手、かっこいいわ。さあ、今のタイムは1分45秒、1分45秒です。お疲れ様です。